女の子だけにかかる呪いって知ってる？え？深夜0時ぴったりに、昨日でも今日でもない瞬間に、あの子の写真を見ると死ぬ。あや、今日も来ない。なんで部屋にこもってるの？呪い？あんたたちの学園の言い伝え。もう終わったはずなのに。あや。昨夜、菊野部樹さんが行方不明となり。あやがかけたんだよ。だっておかしいじゃない。幽霊みたいに現れて。私の呪いを解いて。あれは私じゃない。私にそっくりな女の子。一緒にこの女の子の謎を解いてほしい。今は私と綾で呪いを止めないと誰も止められない気がするの。昨日は3人も消えたの。発見された少女たちの死因は。どこに行っちゃうの。次のゼロ時の死者は誰誰誰。ずっと待ってたの。助けて。劇場版ゼロ